どこだここ。3分だけしかない、僕の時間は伝わらない。3分巧みに使ってこう言うんだ、伝えたい伝わない、伝えたい伝えたい伝わない。導入部が先週と全く同じじゃねえか。ハレイエ、おいこれハレイ、ハレイどこだ、ハレイエ。たった今目覚めると、そこは見知らぬ部屋の中。意識を取り戻してすぐのぼんやりした頭で必死に分析したところ、どうやら俺たちはまた閉じ込められたようです。ちょっつけ、さっきまで起きてたろ。すみません、30分前から起きてたのに、ロープを解きもせずご飯食べてたって聞いたら菅野さん悲しむと思って。じゃあロープ解けよ。いや結び目がすごくて。どうなってんだ。俺のナイフ使え、ケースのとこに入ってるから。ちょ、あなた何というものを缶のホールに。ジョークじゃねえよ、ポケットの中。よく切れる、さすがシリナイフ。嫌な名前つけんな。何やってんだお前ら。他の部屋も見てきたけど、やっぱ出口はねえみてえだ。たくみ、おお、起きたかカンノ。全員目覚めたようだね。この声、ようこそリベンジゲームへ。ビューティーティーってことは、あれ誰。この前の復讐をさせてもらおう。復讐なら、なぜ前回の二人を連れてこなかった。なぜよりにもよってたくみさんだけなんだ。あの二人は強いから弱まんかったわ。弱虫か。貴様らのような弱そうな方をギャフンと言わせられるなら、強い方への復讐とか別にいい。ただのクズ。悔しくってる、脱出してみ。あのクズ。まあ落ち着いて。で、どうすんだ。ではとりあえず電話で助けを呼びましょう。ここバリさん、電話通じんのかよ。通報招待じゃねえか。おいハニー、さっさと警察かうちの事務所に電話しろ。いえ、それよりやらなくてはいけないことが。なんだよ。充電です。いやあ、ダパ、ちゃんと充電しとけ。まだ菅野さんの携帯がありますよね。俺のも電池切れてんぞ。電池残量ぐらい確認しておいてくださいよ。切れたら誰かの電話借りればいいとか、ぬるい考えだからこんなことになるんですよ。絵のことだろそれ。こらお前ら、さっさと脱出しようとしろ。ああ、また出てきた。うるせえ、こんないい加減な密室、さっさと出てやんよ。あ、そういや、どうしました。別の部屋に何か置いてあったぞ。何、マジか。こいつ発電機。こいつを使えば充電ができる。こいつで電気を起こせば。行くぞ。いいぞその調子。あとケイレンス30上げて。おお、充電できたか。今のはちょっと面白かったのでつぶやいておきますね。面白くねえよ。ツイートっと。こうしてビューティーティーの知らない間に羽井のツイートは瞬く間に拡散していった。ほどなく誰かが通報してくれたおかげで、ビューティーティーは再び檻の中へと戻されたのであった。ありがとう SMS、 電子の海、そこにつながる仲間たちに乾杯。